は台風で、この雰囲気たまんないでしょ。ここですね、ナナプラザ、日本人のお客さんも多いはず。でけえ、食べきれるかな。おいしいっていうか幸せです。おはようございます、無食旅です。2022年6月20日タイのバンコクのいいホテル泊まってます。プール掃除してます。時刻は8時26分。あんまり当てはないんですけど、朝ごはんに出かけてきます。ここ数日観光しすぎた感はありますので、今日は一転してのんびりデーにしようと思います。無難にターミナル21で朝食と思ったけど、まだ開いてないのかな。もしかして開いてないですね。10時からですね。ここら辺が大都会エリアということもあって、屋台が並んでたりはしないですね。さてどうするか。ホテルまで戻ってきちゃいましたが、フロントでおすすめ聞いてからまた出かけようと思います。メファ台風でソイレブン、ソイレブン、uh-huh. okay. すごく親切に教えていただき助かりました。ソイ11の角って言ってたから、このお店かな。僕はタイ語読めないんですけど、お店の名前も文字の形一致してるし間違いない。麺だけじゃなくて一通りタイ料理ある感じですね。ローカル食堂に比べるとお値段は若干高めかな。まずは朝コーラです。そして卵が入った麺指定したんですけど、具は何だろう。店内も綺麗でおしゃれでいい感じなんですけど、僕はカウンター席で、はい、この雰囲気たまんないでしょ。ではいただきます。美味しいです。麺は細くて弾力があって、スープはドローっとしててやや甘い味付けです。いろんな出汁が複合されていて複雑な味になっていて、日本ではあんまり見かけない、食べたことないような、そういう仕上がりになってます。内容物は予想通りレバーとか、あと魚の団子とかでした。具沢山だから軽食ってよりはしっかり食べてるぞっていう感じになれて嬉しいです。では引き続きいただきます。ごちそうさまでしたってお会計して帰ろうと思ったら、ソムタム来ました。なかなか来ないからオーダー通ってなかったのかなとか、あるいは品切れなのかなと思ったら、単に時間がかかってたという話でした。はい、では朝食パート2もいただきます。この細く刻んであるのがパパイヤでメインの具材となります。硬いっていうことじゃないんですけど、すごくしっかりしてます。繊維がビシッと通ってる感じで、味付けはレモン風味なのかな。甘酸っぱくなっていて爽やかで美味しいです。ただほどほどお腹膨れた後なので、ちょっと量多いかなとは思うんですけど、旅に出ると野菜不足しがちですので、しっかりといただきます。ごちそうさまでした。結構唐辛子要素も、これもそうですよね、なったみたいで辛い、とても辛いです。これがさっきのラーメンのスープですねお鍋見て納得です。なるほど、いろいろ入ってて、これは複合された味わいが出てくるなと思いました。ほんのちょっとだけ散歩してからホテルに帰ります。時刻は9時47分なんですけど、もう結構暑いです。汗がにじみ出てきました。かの有名なナナプラザを少し見学してみようと思います。夜は刺激強すぎなんですけど、こういう時間ならまあ大丈夫かなと思いまして、ここですね、ナナプラザ。10年前に3分ぐらい来たことあったんですけど、じっくりと撮影したり見たりするのは初めて。これぐらいの広さだったんですね。夜になると2階も3階もお店が、あとお客さんがで大にぎわいなんだと思います。っていうか大にぎわいでした、前来た時。おしゃれで感じのいい
バーカウンターですね。看板は日本語が割と多めに書いてあったりします。日本人のお客さんも多いはず。性的な要素を多分に含んだ場所ではあるんですけど、一方でタイの賑やかで華やかなナイトライフの象徴の場所でもあるので、女性やカップルの方が観光気分で訪れて楽しく飲んで帰ると、そういう光景もあるようです。シーサービス。時刻は10時1分、ホテルに帰ってきました。単に朝食のつもりだったんですけど、結局4000歩ぐらい歩いちゃってて、それなりに動いちゃいましたね。いかんいかん、もっと疲労回復に努めなくては。12時1分チェックアウトします。2泊3日お世話になりました。すごく快適だし、値段もお手頃だし、全くもって文句ないんですけど、いろいろなホテルレポートしたいということもあって、今日は別のホテルに行くことにしました。今日もすごく暑いし日差し強いので、あんまり外歩きしないで屋内で過ごすのを中心にしましょう。買い物だったりカフェだったり。当初は寄る予定じゃなかったんですけど、せっかく隣通りがかるし、ターミナル21入ります。時刻は12時14分で、まだあんまりお腹減ってないんですけど、そうだな、おやつ的なものを食べて栄養補給しましょう。昨日目をつけていたこちらのマンゴー専門店かなです。あ、見せてもらおう。マンゴーがたくさん入ってて、それを取り出してこれから調理してくれるようです。わー、来ましたが、この立地で169バーツっていうのをちゃんと考えておくべきでした。でけえ。マンゴーがたくさん入ってて、上に丸いアイスが乗ってるのはいいんですけど、この中身全部アイスじゃないの、もしかして。高さがね、16センチぐらいあるのかな。食べきれるかな。ではいただきます。甘いお茶だ。美味しいです。美味しいっていうか幸せです。まず入ってるものは全部マンゴーです。見たまんまでした。で、アイスクリームなんですけど、味はもちろんのこと、風味もしっかりマンゴーしてて、初手からとてもいい感じになりました。マンゴーの本体なんですけど、すごく柔らかくてとろけるようで、ふわーっていう多幸感が広がってきます。内部はね、シャーベットかな、そういうものが入ってます。全体的に甘さ控えめで、マンゴー本来の甘みをナチュラルに味わいましょうっていうスイーツなんだと思います。食べきれるかな。すごいな、次から次へとマンゴーが発掘されていく。ごちそうさまでした。物理的にお腹がいっぱいです。フードコート以外も気になるお店いっぱいなんですよね。ここおしゃれで美味しそうだし、あっちもいろいろあるし、ここ池、滝、川、そういうのが屋内にありますし。そういえばターミナル21で食事以外見て回ったことなかったんで、軽く見学していこうと思います。